こんにちは、まとみです。先ほどですね、業者さんから、連絡がありまして、新しく、物件を紹介いただきました。で、その時に、電話で話してくれた内容は、物件の住所とあと敷地延長試験だということと、大体あの業者さんの中では多分こんくらいの値段になるんじゃないかなっていうことですね。で、あと瑕疵、ちょっとこういう欠点がありますよっていうことを、伝えてもらったので、あ、分かりましたということで、とりあえずあの見に行けますかっていうふうにお伝えして、で、すぐにもう内見の予定を立てました。で、それが数日後なので、それまでに私の方でいろいろ調べておきたいと思います。で、電話では あんまりいろいろ詳しく聞かないですね。内見の時に自分で確認すれば結構わかることも多いですし、今から、ちょこちょこ調べるんですけど、それを見ていろいろわかるので、電話でいろいろ聞くってことはあんまりしないです。ただ住所は聞きますね。で、電話切った後に、業者さんの方から謄本と評価書名はないか、謄本と構図が送られてきましたので、それを確認して、あとは、いつも紹介案件いただいて、現地に内見をしに行くまでに、確認することを今から確認をしようと思います。まず私が見るのが Google マップで、物件の情報を取ります。Google マップで、周りに何があるのかを確認します。で、あまり詳しくはお見せできないんですけども、駅がとても近いことが分かります。で、これ駅までは駅が近いので、駅が近いときは駅までどのくらいなのかっていうのは確認します。ただ、駅が近くなきゃいけないっていうふうには思ってないので、私の投資する地域では駅が近くないといけないっていうことではないので、駅が、近くないからといって買わないということはないです。で、これは、駅まで徒歩6分で行けますね。この駅何線の駅なんだろうって見たりしてなるほど、ちょっとマイナーな都線の駅でした。なるほどなるほど。で、全体的にどのくらいかなっていうことと、地図を大きくしてどのくらいかなっていうことと、あと自分の自宅からどのくらいかなと、大体あのリフォームするので自分の自宅から遠いとちょっと徒歩で7時間自分の自宅からは57分ですね。私はいつも、1時間くらいを見てるので、まあ、ここは OK かなっていうふうに思います。見るのが、周りに、その前に今、この物件の所在地がもう見えてるので、とりあえず航空写真で限界までこう大きくして、
周りに何か不明なものはないかなと、例えば後ろに森があったりとか、近くにお墓があったりとかないかなっていうのを確認します。特になさそうですね。駐車場近くにありそうだけど、これは何の駐車場かなとかですね、いろいろ見ながら考えます。で、大通りの近くなんだなっていうふうに思うんですけど、でこの前を、歩いてみます。 Google マップ上でここ入ってみよう。大通りから入ってみます。こんな感じで、大通りから結構細い道入っていくんだなという感じですね。これは近くにデイサービスがありますね。でもこの辺まで来るとそんなに道路は細すぎない感じではありますね。これで周りの、家の様子とかも分かるので、あらかじめこう見ていきます。そして多分旗装置が多いんだなっていう感じですね。で、そこまで坂道はなさそうには見えます。で、物件に着いたので物件をよく見ます。で、旗装置の奥なのでそんなに見えないんですけど、結構良さそうだなというふうに思いますね。でもそう Google マップを見るときに必ず撮影日を見るんですけど、これ撮影日が2012年の12月なので9年前なので、ちょっとわかんないですね。これは微妙かもしれない。まあ9年前は綺麗だったと思う。であと駐車場が1台止められるっていう感じで、こんな感じで物件を見ます。あとはこの辺のスーパー、食料品売り場ですね。食料品売り場を結構私は重要視してるので、ないじゃん、あったあった、スーパーマーケットをこの辺で検索して、で あったなと思って、見つけたら、私はとりあえずここまでに物件から、どのくらいかかるか、近くにあったら、物件からどのくらいかを調べます。まで5分、いいですね、近い。あともう一個霞があったから、霞をどのくらいかをちょっと調べときますね。6分、いいですね。スーパーマーケットも近くにあるし、いいかなって思います。で、ハザードマップを確認します。ここもう川が見えてるので、ちょっと要注意はこっちにもありますね。なのでちょっと要注意なので、ハザードマップを確認します。ハザードマップ、ハザードマップのポータルサイトで重ねるハザードマップをいつも見てます。住所が出てきたら災害の、
別で洗濯っていうのがここにあるので、それの洪水、土砂災害、高潮、津波、道路防災情報、まあ、この辺りまで全部、押します。そうすると今洪水を押しました。洪水を押すと、こんな感じ、赤くなったり黄色くなったり、やばい地域は赤くってみたいな感じですね。あとは土砂災害、この辺も追加で情報が出てきました。高潮、高潮はこの辺は、海に近くないので、まあまあ、まあ、でも一応押しときます。津波防災情報みたいな感じですね。でこれでここの青い、あ、見えないか、こちらが私の紹介いただいた、地域なので、拡大するとここですね。本当にここかな、ちょっと ハードマップ赤かったです、ここは。なので、今ここだと思ったんですけど、ここの番地が、途中までしか出てなかったので、自分で調べた Google マップと照らし合わせました。で照らし合わせたら、ここですね。ここ本当はここの赤いところが、自分の、紹介していただいた物件だったので、これはハザードマップが赤いです。赤というかピンクというか、まあまあほぼほぼ赤ですね。なので、内見の時に、浸水したことがあるかっていうのは聞きます。あとはハザードマップが赤いので、ちょっとこう、なんだろうな、価格交渉とかしたりとか、こういう時に、この辺は使います。リスクがあるので、まあ、リスクと見合うだけのお金しか払えないかなっていう風な感じなので、まあ、先にハザードマップは見ておきます。はい、あとは、あと送っていただいた投稿に目を通します。これは土地の情報ですね。土地の登本で、宅地になってて、地籍が 41.54 しかないので、多分敷地延長分の登本かなということで、これをピャーッと確認します。で、どの方が持ち主かっていうのも出てますし、これを以前テント券に入れたんだなっていうことと、それが全部、返済し終わって今抵当抹消されていることも確認できます。なので41平米と、あとは建物分は、居宅で構造と木造スレート武器2階建てで、床面積がだいたい100平米、ちょっと余裕ありますねということと、あとは築年数がここで確認できますね。で、ここも、所有者の方の名前が載ってて、で時計今もう抹消されてるなっていうことが分かります、なので、あとは土地の価値を見ます。全国地価マップ、全国地価マップで、私は相続税路線から見てます。なぜかというと、すごい前に、数年前に調べて、
動産を学んでいた時に相続税路線下で見た方がいいよっていうふうに教えてもらったからです。青い線が引っ張ってあって、青い線のところに 25F って書いてあるので、ここの路線価は1平方メートルあたり 2.5 万円です。で、しかしここは旗竿地なので、旗竿地っていうこととハザードマップ真っ赤かっていうことを考慮して、だいたいこんくらいだろうなっていうのを出していきます。敷地延長分が 41.54 と、あと普通の敷地が103平米なので 144.54 平米、 144.54 平米ですね。で、それをそのままかけると 144.54×2.5 361万円約の土地値があるんですけど、旗竿地とハザードマップが真っ赤かなので、まあ半額以下ですねっていう風な感じで思います。なので、だいたい業者さんが多分こんくらいになると思いますよっていう風に言ってくれた価格が、まあおおよそ、まあそんなもんだろうなっていう風な感じなので、見てみて、あとハザードマップであることと旗竿地であることと、あとはライフライン見てきます、ね、教えてくれた歌詞、これ全部含めて、大体どのくらいでじゃあ購入いたしますということを、伝えて、投げに行って伝えて、交渉していただいてっていう運びになると思います。なので、紹介していただいた案件ですねを、来件までに何をやっとくかっていうのは、私はこんな感じです。なので、また数日後に内見に行こうと思います。以上です。